爪場系のひな爪場系は、爪場系メ爪場系かに分類される鳥類の一種で、ある。本種のみで、爪場系目、爪場系か爪場系属を形成する。英名から、ワチンとも呼ばれる。英名は、本種がヨーロッパに紹介された時に、メキシコのアステ家族の伝承で、ワチンとなく鳥と誤って名付けられたものである。種商名も、同様の由来である。ガイアナの国徴。 南アメリカ大陸の北部から中部に分布する。全長60から65センチメートル。尾が長く、後頭部に細長く目立つ冠羽があり、比較的大きな翼を持つ。背中の羽毛は光沢のある暗緑褐色で、首や肩羽に褐色がかった白色の縦半がある。喉から胸は高褐色で、腹部と諸列切りは赤褐色である。 顔面に青い皮膚の羅出し、光彩は赤色である。私有同色であるが、繁殖期になると、オスはメスに比べて、顔に青みを増す。くちばしが太く短い。足は体長の割に短いが、足の指は比較的長い。本種の体の構造的な特徴として、樹木の葉を常食としている得意な植生のため、その音は全く別で、 その一つ前の消化器官が著しく発達していることが挙げられる。多種の鳥類においては脳の役割は食物を一時的に貯めておくことだが本種では脳において消化活動も行う。本種では脳は内臓の約3分の一を占めている。このため翼を動かす胸筋の付着点である龍骨突起が圧迫され変形または退化しており、 大きな翼を持つのに飛翔能力はかなり低い。勢いをつけて枝から枝へ滑空するのが精一杯である。生まれたばかりのヒナ体重はわずか2 0ム。黒い羽毛がまばらに生え、くちばしや目の形はすでに爪場系の特徴を備えている。ヒナの翼には片方の翼に2本ずつ爪がある。爪場系というのはこのヒナの爪にちなんだものであるが、 深可語2から3週間で、爪は消失し成長には、爪は存在しない。熱帯雨林の川岸にある木の枝に生息している。飛翔力は弱く長距離や高所を飛ぶことはできない。移動時は、長い足の指で、枝や細い鶴を掴み、翼を広げて、バランスを取りながら、歩いて木々の間を移動する。樹状性で地上には滅多に降りない。 繁殖期はツガイもしくは数羽の集団で生活するが、非繁殖期には40羽程度の群れを形成する。里芋科の樹木やヒルギダマ種類などの肉厚の葉を常食としている。また、ヒナが帰った直後にはその卵の殻を食べる。繁殖期は食物が豊富になるうきである。10から15羽の集団で繁殖することが多い。一夫一妻で。 毎年同じ相手とつがいを組むとされる。皮もや型に張り出した木の上に小枝を粗雑に組んで、詐欺類の巣に似た皿状の巣を私有共同で作る。巣の直径は30から45センチメートルほどで、一度作った巣は数年間修理しながら使い続ける。一腹2から3個の卵を産み、放卵期間は約27日である。私有で放卵、育成する。 ヒナは、親の口の中に頭を突っ込んで、半消化した餌をもらって成長する。ヒナは、親が、巣から出ていくと、翼にある爪と口し、足の指を使ってだから枝へ移動する。普通の鳥のヒナなら親が餌を持ってくるのを、巣の中で待つが、爪場系のヒナは、巣の外に出て、活発に動き回る。樹上に巣を構える鳥の中で、生まれて間もないヒナが、 これほどまでに活発に出歩くという習性は、爪化系独特のもので、他の鳥には見られない。天敵の鳴きが大を巻き猿などが、ヒナや卵を狙って、巣を襲いに来ると、親は、初めのうちは羽を広げて、巣を守ろうとするものの、さらに敵が近づいてくるとヒナを残し巣から逃げ出す。置き去りにされたヒナは、巣から出て、木の下の川に飛び込んで、水草の間に身を隠して、 危険を避ける。また、成長では泳ぐことはなくなるが、ヒナの時期には泳ぎも潜水も巧みである。生後感もないヒナでも巧みに泳ぐことができる。危険が去ると、ヒナは爪や口し足の指を使って元の木の上に登っていく。泳いだり歩いたり、生まれて間もないにもかかわらず、爪場系のヒナは他の鳥のヒナに比べ旺盛な生命力を持っている。 牛の糞に似た極めて強い体臭を持ち、興奮するとさらに強くなる。これは外敵に対する防御の役割があるらしい。肉は臭くて食用にはされないが、原住民によって卵が食用として採取されており、また開発による生息環境の破壊によって生息数は減少している。爪刃系は、ヒナの形態からチョウの生き残りであるという説もあったが、 現在ではこの形質は、樹上での活動に適応して派生した二次的形質であるとされ、従来の蝶類の古い形態説は否定されている。分類には様々な説がある。当初は成長の形態的な特徴から、爪化形カをキジ目に入れる分類がなされた。その後、ハト科、クイナ科、エボシドリッ格好科などが禁煙とする説が提案されてきた。また、 卵白タンパク質比較分析では、大橋格好家を禁煙とされるが、別の分析方法ではきじめに近いという報告もある。このように、爪刃系の分類は、目レベルから未だに確定していない。そのため、爪場系目として、独立目として扱う場合も多い。ここでは学説に、中立的であるため、分類ボックスでは、独立目爪場系目としている。 近年の DNA 分析によると、熱帯腸か、フラミンゴか、カイツブリかに近いという意外な研究結果が提出されている。ありがとうございます。